みなさんこんにちは、バナでーす。12月20日に、バナのファーストメジャー EP Beautiful Dreamer が発売されるわけですけれども、はい、その発売を記念したアジアツアー、アジアツアーやります。ファナビューティフルドリーマーアジアツアー2024が、来年開催されるわけですけれども、はい、それの東京公演、うん、1月28日の日曜日ですね、うん、東京公演のオフィシャルホームページ選考が開始されました。イエイ。なのでぜひ皆さん申し込んでください、はい、ということです。まず韓国公演というのが24年の1月6日土曜日にあります、はい、うん、そして台湾公演が、1月20日土曜日にあり、はい、そして東京公演が1月28日新宿ブレイズにて開催されます、はい、東京公演のオフィシャルホームページ選考が、11月19日日曜日の23時59分まで受付なので、ぜひぜひ皆さん申し込んでいただければと思います。初めてのアジアツアーなので、うんうん、初めての韓国公演、初めての台湾公演を経て戻ってくる東京公演、皆さんお越しをお待ちしております。はい、なんか先日10周年ライブをね、はい、やったじゃないですか、はい、まあ、あそこでね、やっぱりこれまでの10年の集大成とやった中で、うん、次のツアーっていうのはね、またちょっと新しい、その先のねツアーになると思うので、うん、そのね変化の感じもね、皆さん楽しみにしててください。10周年ライブで10年一区切りした後は新しい美しい夢を見ようということで、ビューティフルドリーマーです。なので2024年もあなたと美しい夢をぜひ続けてくれたらいいなと思います。はい、以上アナでした。バイバイ。ライブ来てね。待ってます。待ってるよ。